三菱未来館は国際博覧会や地方博覧会などに三菱グループが出展する場合に用いるパビリオンの名称であり、その名通り一貫して未来をテーマとしている。左奥が三菱未来館。前方中央は科学工業館。1970年の日本万国博覧会では日本の自然と日本人の夢をテーマに、 ゴジラシリーズを手掛ける田中智之やつぶらや栄治、率いる東方の特撮スタッフが映像を制作した。火山活動や未来の海底牧場など迫力ある映像を360度視界に映し出すサークロマ映像方式が大変な話題となり、民間企業のパビリオンでは最大の入場者数を記録した。建物は各ブロックを分離させず一点集中と、地層の中の変化を 建築表現のベースで対話を求めより集まった形とし、時間と型の動きの要素も取り入れ見る位置や光の加減によって姿を変える形とした。造形は、あまね、地、人、心、服、体といった造形手法を応用し三次元的な動的調和を意図し、表面パターンや色彩は祭りの発揮に見られる調和のある賑やかさを取り込んだものとした。 つぶらや栄治は本作の制作中に死去し、この作品が事実上の遺作となった。パビリオンで用いられた音楽の一部は映画地球攻撃命令ゴジラ対ガイガンに流用された。また、つぶらやの手掛けた館内映像は映画ハワイマレー沖海戦 DVD の特典映像に収録されている。本館の未来予想の設定年代にあたる年には、 三菱グループ創業150周年記念ウェブサイトにて1970年当時の未来予想項目を振り返りながら関連する2020年現在の注目技術を通し新たな未来を展望するシリーズコラム記事未来予想図が展開されており大阪万博でのパンフレットも PDF 形式で閲覧可能となっているスタッフ館内パビリオンは人間も 自然の一部に過ぎないの理念に立ち造形的にシンプルな形で外壁をアルミニウムの鏡面とした鉄骨作りで周辺の景観を映し出す形となった。展示は三菱重工三原製作所で開発されたムービングシート座席に座り椅子に座ったまま誘導されるシートコンベア方式で海洋開発の理想像を展開する。スタッフ構成1985年の 国際科学技術博覧会では、素晴らしい地球、人間というテーマで出展。大阪万博の三菱未来館で制作を担当した田中智之が総合プロデュースを担当した。内部展示は、科学万博が開催された1985年当時の最先端技術を駆使して、その当時考えられた未来の姿をリアルに表現していた。スタッフ愛。 地球博の三菱未来館2005年の日本国際、博覧会では三菱未来館にスとして、もしも月がなかったらというテーマで出展。シアターで上映される映像作品、もしも月がなかったらは、米国の天体物理学者、ニールカイ・カミンズ教授の同盟の著書をもとにした科学エンターテインメントである。その人気にも後押しされ、三菱重工業によって、 長崎県佐世保市の大型観光施設ハウステンボスに特殊公開映像シアター、ハウステンボスアイフックスシアター、キララとして2006年7月22日から常設で公開されている。アイフックスシアターとは、創造、無限、効果の3つの要素が一体となった映像シアターを表す造語。シアターの枠を超え、無限大に広がる映像空間を体感できるという。 三菱未来館アースで上映されたものと同内容だが本編に先駆けて上映されるプレショーの内容が一新されている。ありがとうございます。